NTT インフラネット株式会社は NTT グループ情報通信エンジニアリング分野のうちの一社である。本社ネクストサイト東日本橋ビル NTT グループが保有する全国約67万キロメートルの管路、約1000キロメートルの東道、約70万個のマンホール等の地下インフラ設備に関する業務を一元的に実施するとともに一般市場における社会インフラの充実。 高度化を通じ、社会への貢献を推進する目的で1999年に設立。47都道府県全てに拠点を設け、NTT が全国に保有する情報通信インフラの維持、運用とともに、電線類の地中化事業や他のライフライン、企業様との共同志向を通じ、安全で快適な通行空間の確保、路上工事の縮減等、より住みやすい、 地域環境づくりに貢献してきた。昨今、老朽化が進む社会インフラへの関心がますます高まっており、安心、安全の確保に向けた設備の安全性確認と的確なメンテナンスの実施が求められており、情報通信インフラをマネジメントすることで培った技術、経験を社会インフラ分野にも活かすことにより、スマートアンフラ事業の推進を目指す。遠隔。 1. 情報通信用地下設備関連事業に関わる次に、挙げる業務 A 電気通信設備、土木設備に関わる調査、設計、工事、保守、運用、管理及び、賃貸業務 B 電気通信設備、土木設備における、土地使用並びに専用に関わる接触及び管理、運営業務に、前後に関する研究、開発、ノウハウ、広報の企画化、研修、 コンサルティング業務の受託3、建設工事等各種関連工事に関わる調査、測量、設計、工事、管理、保守業務4、電子地図の制作及び販売、空中写真の販売5、電子地図情報と組み合わせた各種データベースの制作、及び販売6、その他全各号に付帯関連する一切の業務東日本エリアに4事業部、西日本エリアに6事業部を配置、 全国47都道府県に拠点を配置している。ありがとうございます。